重力に惹かれてしまいましたが、なかなかいい飛行機の写真が撮れました。ご搭乗ありがとうございます。そしたら国道275号を先に進んで、中本別駅に着きます。いやだいぶ山が近くなってきました。これはね、オトイネックに行く途中は雪積もっ、いやさすがにところに雪はないだろう、大丈夫だろう、まあ下ってるサイクルから大丈夫なんですけどね、少々雪が積もって、というわけで中トンネルの近い地方の平賀内閣、平賀現代エレキテル中トンネルの市街地に入ってきました。意外とこの辺はね、新興住宅地になってますね。豪邸ってことじゃないけど、新しい家がねそれなりに多いですね。サルフツ行った帰りだとね、なんか全部の家が小さく見えるのがね、普通なんですよ、普通の家なんですけど、これが中トンベツのメインストリートになるんでしょうかね。まああんまりね、商業が盛んな感じはしない。あ、今のところ駅前通りだった。失敗した。いや、ちょっとこの辺からリカバろう。豆腐高橋。ああ、ちょっとね、国道から一本入るとね、なんか商店街のようなものが広がっています。ここはね、一停止。ここがね、銭湯もありますね。ロバタ茶屋さつく。あ、結構飲食店、思ったよりありますね。中トンベツ。ああ、中トンベツのメインストリートって、このどちらかというとこの通りなのかな。マイショップ松田とか、リオ福地とかですね。稚内新金もありますし、メーカー北45度もあるし、あ、結構こっちの方がどちらかっていうと、中トンベツのメインストリートなんですね。これを右に曲がると、中トンベツ駅跡ということになります。結構ね、駅前の方がかえって国道沿いよりも商店というか商店の跡みたいなのが多いですね。駅前食堂跡、A コープ中トンベツ店は現在はやっておりません。これ中トンベツ駅跡のバスターミナルでございます。駐車スペースはあります。そして駅の横に結構ね、立派な3階建ての団地とかありますね。そして懐かしの信号機と、錆びてますけどキハ22はあります。そしたらまあ一応ね、現地調査していきますか。はい、 JR 旧天北線中トンベツ駅の駅前にやってきました。今は駅はですね、バスターミナルとして整備されていまして、このように綺麗な建物が建っています。駅前通りはこんな感じで、駅前はね、パッと見すごいね、発展してます。ただね、シャッター街になってますけど、天北線メモリアルパークというサイロ型の、電話ボックスがあります。ここが現在地で、こっから先は何だろうな、ピンネシリとか、ショートンベツとかそういうのがあります。そしたらホームの方見ていこう。あれは消防署かな。なんかね、この柱が駅っぽいですね。一部利用してるのかな。とっ
ても駅っぽい柱です。さすがにね、線路とかは残されてはいません。あのキハ22がいいところ。何も書いてない。北海道の国鉄っていうとね、なんとなくこれを思い出します。そしたら雪の上に投げ出されたベンチがいたりします。駅前の農協だけは結構近代的で立派な建物です。ちなみにバスはね、どんな感じで走ってるかっていうと、オトイネップまで行くやつが、オトイネップまであれ1日に4本しかないな、こっから。マジか、少ねえな。マジか、マジかとしか言いようがないな。しかも最終に乗ってもさ、札幌行きがないんだよね。そのくせなんかね、鬼しぶしとかに行くやつはたくさんある。中頓別オトイネップって結構公共交通不毛の地なんだなと思いました。それでは次行きましょう。